この今後のあと2本ぐらいはこんな感じでいくんだ。この動画から見始めたらもうおかしくなっちゃうでしょ頭。もうすぐですよ。もうすぐ、もうすぐです。もうすぐ、この時期、夏ですか。そう、夏がもうすぐ。違う、ゴジラがもうすぐ。おお、ゴジラがもうすぐコングと戦うんだよ、決戦。日本でね、ついに。そう、もうアメリカでは戦ってますもんね。もう3月からね、もうネタバレし、なんであなた見ちゃうの。いや、見ちゃうんというか、YouTube で流れてくるから。見ちゃった、見たんでしょ。いや、でもまあ大体あのね、あの怪獣映画なんで、もうストーリーでもクソもないから。単純にバトってるシーンだけちょっと楽しめばいいんで。もう今週金曜日公開なんですよ、うん、このチャンネルに出てる女の子にはやっぱね、いっぱいね、迷惑かけたんで、映画をおごろうかなって、はい、映画をおごるんですか。じゃあただで見れるってことですか。そう、正しい俺と。おお、そう、ただより重いものがなんか乗っかってきましたね。いや、デートってことですか。え、デートですかね。行ってしまえば。いや、わかんないですけど、何人かね、一人でもいいし、まあ、はい、もし二人が行けるだったらもう二人で行け、もう10人行けるだったらもう10人で。おお、そう、そんな感じで。ゴジラのために俺はちょっと公言したいんですね。はい、やっぱゴジラ大好きなんで、はい、みんなに見てほしいと、とりあえずみんなに見てほしい。で、あわよくば一緒に二人で行きたいと。いや、今二人で行きたい相手ねえな、よく考えたら。アリサちゃんは、アリサちゃんは香港でとっくに見てるわ。あ、公開されてるの。そう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 、よく考えたら二人で行きたい人いねえな。いや、でもほんとガチも入れていいですよ、別に。その、全然動画に出てないガチ、ガチな人、ガチな人は、LINE は最近返ってこなくて。今回ガチで誰にも電話かけるとかも言ってないですよね。うん、言ってないんですよ。それは今週の金曜に行くんですよね。もちろん。お、誰から行きます。いや、この画面に違和感を感じるんだよな、今。それは視聴者全員が思ってます。知らない。どういう目でこの動画を見た方がいいって、今までの視聴者ね。じゃあまず青梅さんから。お、バイさんから。バイさんは普通になんかノリでいいって言ってくれそうだけどね。まあワンチャンあれだからね、やってるかもしれない。やってねえわ。あ、もしもし。どうした。今週金曜日。今週金曜日が何。ゴジラとコングが戦うらしいよ。だから。見に行くか。錦糸町で。金賞いいかはいかない。でも、チケット代は出すよ。え、今週金曜日でしょ、仕事あるわ。ああ、じゃあ仕方ないな。まあ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 、じゃあ仕方ないな。じゃあ、個人で見てきて。いや、個人で、個人で見てきて。え、別にいつだっていいでしょ。今週の金曜日が、何、初日？初日だから、そう。じゃあ、まあ、来週の水曜日に見に行くか。ああ、そう、一人でね。俺は金曜日見に行かなきゃいけないから。そうそうそう、使命があるから。めめさん。はい。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すみません、一個だけ確認なんですけども、はい、本当に金曜日は仕事があるんですよね。あ、一応仕事もありますし。あ、よかったです、よかったです。ポーちゃんと決して行きたくないから仕事とかってことじゃないですよね。それは違うやん。あなた先に答えないですけれども。まあ、つまり仕事は 70% 俺と一緒に行きたくない 30%、うん、でも仕事、もしその日チケットなければ行けたってことだ、うん、つまりクリア。クリア、クリア。どういうこと。じゃあもう次の子にちょっと聞いてみるわ。頑張ってください。はい、はい、お疲れ様です。ありがとうございました。まあクリアです。優しいね、むむさん。クリアです。行ってくれるんだ。いや、もう別日でも。すごいな。いや、普通にやったって金払うから。いや、まあ、まあそうだけど、うん、いや、でももっとね、冷たくあしらわれてると思ってた。いや、普通に大丈夫ですから。あ、そうなんだ。じゃあこれちょっと、じゃあ他の女性にもね、期待持てそうで。学校の場合はどうするの。いや、違う、今はね。いや、まあ、もうそれもしょうがない。あ、もしもし。あ、
ちょい聞こえる。もしもし。はい。今住居。もしもし。今歩いて帰ってる。あ、なるほどね。お疲れ様です。動画ですか？動画じゃないです。プライベートです。はい、金曜日わかる？金曜日何の日が？金曜日？そう。金曜日？誕生日？いや違う。誕生日は9月21日。今メモしとって。メモしといて。知らん。そう。いや、まあ、多分シーンさん忘れてるかもしれないです。金曜日、ゴジラ VS コング上演です。なので、ちょっと近所まで来て、ちょっと見に行くか。いや、無理。え、学校ある？学校ある。あ、そうか、じゃあ仕方ないな。うん、もし学校なければ行けたってこと？いや、いないっす。もう二人で。最悪や、こいつ。はい、わかりました。あしきさん。あしきさん、動画です。動画です。とんでもない音割れしてますけど。あしきさん、ポーちゃんと二人はダメでしたか？なんでだ。はい、ありがとうございました。はい。シキンさんにはしっかり雑に扱われてますね。まあもちろんです。シキンさんはこういうやつだからね。まあそういう仲なんですね。そう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 。ちゃんとシキンさんは。まあ今のところ、まあ、三角一のバツ一。スズさんから行くか。うん。イニーちゃん行くか。お、どうだろう。いや、一応ちょっと会社員なんで。でもだって別に夜の時間もあるでしょ。あ、確かに。俺もしさ、なんでさ、その学校あるから行けない。なんでその学校終わりを省いてんのかな。そうだよね。そう。なんかウィチャットの音でかいね。ラインちっちゃいわ。あ、もしもし。もしもし、イニーちゃん。今何してる？今、動画編集してます。あー、なるほどなるほど。イリンちゃん、金曜日空いてます？夜でもいいけど。今週の金曜日。そうですそうです。あ、明後日。はい、明後日です。多分大丈夫だ。ゴジラ見に行きますか？あ、ゴジラ？映画のゴジラ？そうあ、大丈夫。あれは知識なくても分かりますから。はい、いいですよ。もうマジか。動画の企画？いや、違う。プライベートです。え、マジで？マジで？今のところ2人ですけど、増えるかかもしれないです。あと何人くらい？いや、分かんないですけど。もいもいさんはいけないです。シキンさんは嫌だって。あ、イリさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。動画お察しの通り動画です。プライベートです。動画です。後でカットでいいですよってあそこでカットしてください。プライベートで2人だとやっぱりダメでしたか？あ、そんな嫌ではない感じだね。いや、嫌な感じです。あ、なるほど。イーリーさんも見たい映画だったらいけるってことか。うん、まあ、なるほどね。ポケモンだったらいけたっちゅうことか。そうです。あ、ゴジラ今回ね、ピカチュウ出るらしいよ。え、ほんと？うん、ほんとほんと。まあ、サプライズね。俺ネタバレ見ちゃったんで。そう、ゴジラ、そう、ピカチュウ、ピカピカのピカチュウが出るよ。ネタバレしないでよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた金曜連絡。考える間もなく、あ、いいよって言ってくれたもんね。うん、優しいな、やっぱり。ほら、これがイリンさんですよ。すごいわ、イリンさん。マジで言ってないですからね、マジで動画ですよって。
しかもこんな髪留めて知らないからこんな動画を見て驚くと思いますどういうことってしかも一切さ触れないこの格好のことに触れないって言いましていやもう一人で行くわやっぱ映画は一人で行くもんやな最悪やそう映画はやっぱ一人で行くもんやな最悪やそうそうそうえこれ一人で行くっていう終わりでいいですかもうそう一人で映画は一人がいい映画は結局一人がいいんだどういうやつまあでも大体 OK だから大体 OK だから1です OK1 ですいやまあこれは俺次第やからね違いますイーリンさん次第ですなんであなたが権限を握ってきたなって嬉しいだよこれ動画上がってる時にはもう公開中なのでぜひ見に行ってください、はい、もしかしたらね錦糸町にいたボーちゃんいますからボーちゃん、はい、ジョンがいますジョンナムさんみたいなボーちゃんがいますんでぜひ探してみてください、はいはい、ではさよなら、はい